日本大戦のベトナム代表、ガチの秘密兵器がいる模様。カタール開催のアジアカップは1月12日に開幕し、アジア王者の座を争う。日本代表は1月1日にメンバー26人を発表した中、グループリーグで対戦するベトナムを率いる元日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏も日本を警戒しているようだ。韓国スポーツ CMK スポーツが伝えている。日本はグループリーグでベトナム、イラク、インドネシアと対戦。中でも、ベトナムは2002年の日韓ワールドカップで日本を率いていたトルシエ監督が指揮を取る。トルシエ監督もベトナムの国営テレビ局 VTV のインタビューで日本に言及した。日本は前回大会の準優勝国だ。個人のレベル差が大きくなく、均等に高い実力を備える。今回のアジアカップで最もスターが多いチームの一つ。中でも久保建英に最も注目しなければならない。またそんなトルシエ監督率いるベトナムだが今回初招集となった異様な経歴の持ち主がいるようだ。それが、ベトナム一部ハノイ公安 FC 所属のゴールキーパーフィリップ・グエンだ。チェコとベトナムの根血であり、チェコ代表の招集歴もある192センチの大型ゴールキーパーだ。2023年末にベトナム国籍を取得したばかりで日本の壁となって立ちはだかる可能性が大いにありそうだ。おいおい元チェコ代表は普通にすごくないか？ただただチェフの教えを受けたことがあるかだけ気になるぜ。チェフ一人しか知らんけど、チェコのゴールキーパーってだけでめっちゃすごそう。チェフ以上を見たことがない。それだけあの男は偉大だったんだな。チェルシー時代とか神がかってたもんな。前半15分まで0対0でそっから大量得点するやつね。6点は決めさせてもらいますよ。最近の日本代表は容赦ないので、気をつけた方がいい。トルシエの秘蔵っ子的なやつかな。まあ問題ないでしょう。アジアの他国セズカも進んでますねー。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。